加したんですけど、とても楽しくて、でお友達とかと一緒に作るのが一番楽しかったです。小さいうち一番の思い出作りとして、品の造形だけ私もそうだったもんですから、今のお子さんにもですね、思い出作りとして一つの思い出作りとして今日は楽しんでほしいなと思っております。いっぱいありがとうございます。